そうう楽しかっったねねねいいですよ、ね、演って、ね、そう私今のところリバイバルねそう MC でもこの前のショールームでも言わせていただいたんですけど会見師匠なのでこれからもっともっとあのねそう公演をん出たいなって思ってますそうお大事にねありがとうございますありがとうございますお会見師匠頭痛になったことないから変わってあげてあ本当ですかありがとう変わって <laughs> こんばんは ありがとうございますあ喉はねマシになったありがとうございますぜひずっとお願いしますで出れる限り出たいなって思ってますうん今のところねそうあのお仕事とも重なってなくて出れてるので早く見に行きたいです待ってますありがとうございますね明後日行きます待ってます27日もあるのであ楽しかったです良かったこう疲れ様ありがとうございますねあ ありがとうございますおしゃべり会行こうと思ったけどぜひえでも今度またねあの機会がある時絶対来て約束ね <laughs> 絶対ねうん絶対ね絶対だようんありがとうございますこんばんはこんばんはありがとうございますえ楽しかった楽しそうだったね楽しかった <laughs> 天才ですよね本当にうんなんかしゃべるの全部面白くて天才ですはいそう本当にえっ、ー、と「新潟の西川さん」って <laughs> あ呼びかけてくれる低気圧しかわかんないなもうその後天気予報できないな <laughs> 30日行きますありがとねいろいろありがとうございます30日もあるしね結構4月のえー、っと下旬結構声ありますよねありがとうございますお待ちしておりますねそうえー、っとオンラインおしゃべり会えー、悲しいあえー、っとあのよかったらあのー、あのあの1時で投げていただけ <laughs> 一時で申し込んでいただけたら <laughs> <laughs> 待ってますありがとうございますそう雪予報はできるかな雪予報できんのかなでも低気圧予報しかね分かんないですそうということでそうあとこれ見せたかったんですよこれなんですよねこの間お話ししてたやつですそうお話ししてたやつでございますこれそうあ落ち落ちちゃったそうこれです 青の子見てくれてありがとうそうありがとうございます懐かしかったそうだよね確かに久しぶりに出たもんねリバイブルそうこれですあと何だっけクリアーカードそうですあ空にかざすとそういい感じに取れるやつそうぜひ皆さんも持ってる方いらっしゃるえ持ってる方いるかな持ってますかそうスケスケカードえっそう持ってる方いらっしゃいますかね 本当美人すぎありがとうございます。これです。そう、ありがとうございます。そう言ってくださってあ例のカードです。そう、可愛いから私ください。<laughs> トレードしましょう。<laughs> あ、そう、スマホにそう。スマホに入れたりとかできるやつ持ってる。本当あ引けなかった。持ってません。あ、本当そう。マリアちゃんの字、マリアちゃんの字じゃないな。これはそう。マリアちゃんの字あ。名前はマリアちゃんのそう。マリアちゃんのことが書いてあるかな？ んなんて言えばいい？<laughs> あいけなかった？本当？ええー、持つと大きく見える。本当これぐらいのサイズですよ。これぐらいのサイズです。そうぜひぜひよかったらはいあのゲットしてみてください。皆さんトレードしてねゲットしていただけたら嬉しいなって思います。ちょうだいあげたいぐらい。残念ながら持ってましいあ本当？ありがとうございます。これはねこれなんだろうこれあれだよね会場に売ってたあのなんかランダムのやつなんですよね。 そうそうなんですよ。愛っ、識から止められてるランダム。あそっか、そっか、止まんなくなっちゃうね。そう、あげたいぐらい、本当に。あランダム出ないそう、多分早く終わったやつかな、これね。超増えた。あ本当ほん超増えた。<laughs> じゃあ、みんな、もとむして。<laughs> みんながもとむしたら、あの、交換できるよ。みんな、もとむして。<laughs> ありがとう。あ、バレンタインの特典も届きました。よかったです。ありがとうございます。 ありがとうございますこの顔も少しが欲しいあごめん今日スピンあれもうあの眉毛しかあ眉毛とリップしかなんでちょっとあれだけど <laughs> じゃあいつかまたやりますねこのポーズ <laughs> それしますねあとこれそうあと今日のねその写真とかもねそうめっちゃ笑ってるそうこの形作るのめっちゃ難しかったなんかちょっとあの変ないびつなハートになっちゃったみんなめっちゃ綺麗。そう超上手みんなそうこんな感じでいつもいただいておりますはい生写真全体の集合写真そうです ありがとうございます4スピーソフォーススピーティー <laughs> あれですよねうん。いい笑顔してるこれそうなんかめっちゃめっちゃ笑ってるんだよねこんな感じですあ買いましたよかったです今日も会えて嬉しかったあよかったですありがとうございます私も嬉しかったですよかったらねまたお待ちしておりますねありがとうございますこれはね始まる前に撮ってますいつもそう始まる前に撮っておりまーす そうなんです撮ってますうんあこれねいただきますこれいただいてますいつもいつもありがとうございますそうえー、っとラスベガスでそのポーズしてたあこのポーズ一瞬でできないんで <laughs> してないです <laughs> これならしてたけどこれは一瞬で <laughs> 一瞬でちょっとできないのでそうちょっとあグニャーってこうなんか一生懸命作らないと私できないんですよねこの手この手やるの難しい そう難しいんだよね思い出だよねそう思い出ですそう思い出めっちゃみんな上手あこうだここ支えればいいんだこれなんでしたにはスクショタイム <laughs> 指釣りそうちょっとでグニャっ難しいよねちょ,ちょっと時間かかるポーズこれ一発でちょっとラスベガスの時できないできたメーター指はね大丈夫そうです突然のスクショタイム <laughs> ありがとうございます。そう、こんな感じで良かったらね。4月もあの公園にも足部を運んでくださったら嬉しいなって思いますしそう。あのー、何を落としたんだっけ？一発で痩せたあそう。今日もね。あの dmm が。 DMM を見るまでが公演なので DMM 見たいなって思います当たれたよかった後でまたしますねそうこんばんはこんばんはありがとうございますね4月ももう終わっちゃうよねあっという間だよねなんかこんな感じで早く終わると思わなかったうんこうね待ってるねありがとうございますそうありがとうございます 五月六月も行きたいです。待ってますね。ありがとうございます。明日早起きなのにありがとう。メール返しメール返しじゃないメール読んでくださりましたか。ありがとうございます。そう明日はねそう早いお仕事だけどあの公演は見たいので公 <laughs> 演は見たいので、ね、ちょっと見ちゃおう。うん楽しみです。はい。そう後半行きたいな待ってるね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと寝る時間あるかな。ちゃんと寝る時間ある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 よあるよ。あ えっとシーエイいいんかなあ頑張ってねそう寝落ちしない,い気をつけるでも実を言うと実を言ってもいいですかあの昨日も寝落ちしました <laughs> 昨日も寝落ちしちゃったんですよねびっくりしたびっくりした本当にそうめっちゃびっくりしたなんかこの寝落ちってさ怖いよねなんか寝落ちするつもりないからさそう本当にそうびっくり びっくりし寝落ちって怖いよねなんか何にもさえ本当にふとね意識がね飛んじゃったんだよね飛んじゃうっていうかもう何て言うのそう意識がどっか行っちゃったんですよねうんびっくりしたそうびっくりしたそうねテレビの前そうこたつでそうこたつで寝落ちしましたそう朝までびっくりした朝そう朝までそう危なかった気づいたら時間がねそうなんですよねそうだから寝れるでも寝れる時寝たいなってって 思いますなんかいざ寝れないよりはいいですよねなんかいざ寝ようと思うと私に、ね、逆に寝れないんですよえわかりますかなんか一回っ,ってさよし寝ようあ寝れない <laughs> ってなるそう寝落ちっていいですよねそうそれがあれですよねそう寝れないってだってそうなんか、ね、寝ようと思うと寝れないのそうあしょっちゅう寝落ちするからわかるわかりますか えー、寝違いになったことは多分大丈夫かな体に肩はきてるかもしれないけどそう構えちゃうと寝れないですよねわかるわかるえ何月までこたつだそうでも今まだこたつちょっとあの大事あっえー、っとわかるわかるそうえー、朝まで起きないのがすごいそう朝い回朝起きたんだけどそう起きたんだけどまた寝ちゃいましたそう そうまだちょっとこたつ欲しいですよね。ちょっとね、まだ寒いんだよね。スーっと落ちる感じが気持ちいい。そうなんですよね。こんばんはありがとうございます。そう寝お寝つくまでまあスピード負けない時間に。あ本当？寝つく寝ようと思って寝ると寝れないんだよね。そうなんだよね。だからね、ちょっとね、そうすぐに寝れないタイプなんだよね。うん。寝れるけどすぐ起きちゃう。あそうなんだね。そうなんだね。暖房はつけてないもん。暖房は、ね、つけてなくて。 そうこたつですはい頑張られてる証拠ですかねえー、でもえー、でも昨日とかはもうあの家に家のことをやってただけだったんだけど <laughs> そうなんだよねうん汗かいたり起きたりしないのえー、汗かいて起きるっていうことはないかなうんないかもしれないなむしろあのー、あれかも温度がそんな高くないからこたつがそう設定してる温度がだからあれしか開かないかもしれない。 それでも今でもやっぱり夜型え夜型です。超夜型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 うん夜型です。<laughs> だから本当はショールームとかあの12時以降とか配信できるんだったら12時以降とかしたい。<laughs> してみたいですね。うんしてみたい。いつのまにか寝てて、たまにスマホが変わちまうえ痛いやつじゃん。大丈夫ですか？それそうそうなんだよね。こんばんは。こんばんは。 そう夜方なのからそうなかなかねあれなんですよね意外と寝ない方が調子良かったりするあ本当ですかえー、でもちょっとちょっと寝たら元気になるけどちょっと寝ないとダメかもなんかオールっていうのはさすがにちょっとしんどくなってきてるかもしれないうんねこんばんはこんばんは、えー、やってほしいやってほしいですねかなし縛りあるすごい突然の金縛しりえー、っとかしりはないかなないかな ですね、そうないかな、悲しぶりはないですね、そう、あやふかし苦手なんだ、ええー、そう夜型、日型って感じです、うん、インスタでやってみたいね、こんにちは、こんばんはかな、うん、こんばんはん、こんばんはん、ええー、と、寝る前、寝る直前まで動かしてると目が覚えなあ、覚える、全然なんかもう寝る前とかスマホいじっちゃう、がん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 をいじってます、うん、動画見たりとかしてます。 そう,そうなんだよね。あえー、っと3時間睡眠より5時間睡眠あ3時間睡眠の方が5時間睡眠よりよくあそうなんだねやっぱでもさあれだよねなんか区切りがいい時ってあるよね。<laughs> わかるなんかお昼寝しててもパッて起きれる時もあるけどなんかその,そのままなんか「うん眠い」みたいな「まだまだ眠い」っていう時もあるよね。<laughs> ありますよね。 そうそうだよね眠いなんかうんうんみたいなあレム睡眠かノンレム睡眠ってやつかなそれかなこんばんはこんばんはありがとうございますそうだからねなんか難しいよねなんか区切りところで起きてみたいうんいつも眠いって感じだからそうね起きてみたいなって思います1時間半のサイクルで寝るといってあそうなんだねそうなんだ二度寝できないからやってみたいあそうなんだ二度寝ねしちゃう 十時間以上寝ても眠い日ありますよあ,ある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 よねわかります三度寝とかしちゃうえわかります何度寝でもしちゃう <laughs> あルギーの薬飲んでるとね確かにね眠くなっちゃうかもですよね一1間半がワンサイクルになってあそうなんだね仕事の日は特に寝起き悪いえわかりますねなんか特にっていうか私いつもあれだよね <laughs> いつもあんまり寝起きはすっきりと起きれるタイプではないけどうん今日こそぐっすり寝たい <laughs> なんかあったの？今日こそって何か15分だとすっと起きるよ。本当ですか？15分だとまだ足りないなってなっちゃうんですよね。うん、そう。えっ、ー、と落下する感覚で飛び起きたことありますか？あ、授業中寝てた時にあのっ,っていうやつあるよね。<laughs> こうやってさ。授業中なんかいつの間にか寝ちゃってさ。なんかふっ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 みたいな時あるよね。めっちゃ恥ずかしい時あるよね。それ。<laughs> 結構何度かありましたねそうなんかご飯食べてそう多分何時間目かな5時間目かな,なる4時間目あ4時間目わかんないけど忘れちゃったけどらへんとかにさもう眠くなっちゃってさウトウトしたりとかちょっと出ちゃって <laughs> てなる時結構あったりするうん何度かあったねそうなんだろうねあれねなんか落下する夢普通ものを見たっていうわけではないんだけど「ふう,う,うってなるよねうん朝「おはよう」ツイートが来ると嬉しいで「あ本ほんと!」じゃあ明日するね。<laughs> マリちゃんも寝てたねマリちゃんも寝てたよそうみんなに注目するやつで、ね、恥ずかしいよねねビグってなっちゃいますよねうんね授業中とか何年前か何年前だろうもうえー、何年前だ私ええー、と八年9年前とかかなぁ <laughs> 太鼓の後で見くるあわかりますわかりますえ悪夢見て叫んだことがあります <laughs> 結構ますねすごいねそうくっな机がねそうガクンってなっちゃうやつねそう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  ねえー、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あれびっくりするよねね。15分あ15分経ったんだえ。配信しててもう15分経ったんだ。今ごめん。ちらっと見ちゃった。コメント読んでますって言っとこうかな。なんかコメント読みます。っていいかちょっとパって送ります。えー、ああの送ります。えー、っと会議中に寝落ちした時は絶対 <laughs> え。結構会議中寝落ちできるの？<laughs> <laughs> ね、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。立ったまま寝て膝かっくんすると恥ずかしいえ。なんでそれはあれね。あの電車移動とかの時ね。あれかな？お仕事届けの時かな？え釣り替わりが来るなってあそうなんだね。やっぱそっか寝ちゃうか。疲れてると掴んでこう寝ちゃう時ありますよね。授業50分って長いよね。確かに長いね。うんね。えー、っと特に会議中できるあ。本当会議中に寝れるんですか？そうなんだ。年のせいか5時頃に目が覚めちゃう。ああ <laughs>。 そうなのそうなんですねでもなんか早くなるって言いますよねねあ出遅れましたあ全然大丈夫ありがとうねむしろ皆さんありがとう来てくださってありがとうございますずっと座ってるとねそうだよねああえっと研修とかねそうあ本当ねそっかそっかそっかみんな眠いよねお疲れ様です本当になんか眠い中こうやってさね朝とか起きた ときてる時にさこうやってねあのショールームとかも見に来てくださって本当にありがとうございます。ねありがとう寝てていいって言われたらずっと寝ちゃうよ寝てていいよ <laughs> 寝てていいですよ、うん、えっえっと劇場メンバーが劇場で座っている前でステージで歌っている夢もしてあ本ほんと逆の逆逆のバージョンを見たんだねね本当にね大丈夫かなおやすみなさい。<laughs> そう寝てね全然あの本当にありがとねなんか優先してくれたりとかするじゃないですかなんかこう推しの配信を推しの配信を推しの配信だーって思ってさあの見てくれたりするじゃん、うん、あそうだよね旅行こうバス帰りとか眠いですよねありがとう本当にね来てくれたりしてえー、っと「夢の中でマリナお姉さんが出てきてくれてありがとう」「あよかった出てっ 切れた出てこれたあちょうどいいよかった橋ありがとうねいやこちらこそ見てくれてありがとうね <laughs> ありがとうねえー、っとお風呂でねそう起きてお風呂ではさすがにお起きてねあのね溺れちゃうからねそう溺れちゃうからね劇場で寝ててり花ちゃんに怒られてる人いたねあっ <laughs> いたね相当疲れたのかもしれないよね そう、見逃した時落ち込む、そうだよね。落ち込む、嘘、お、見逃す方が怖い。<laughs> 体調悪くなっちゃうの。<laughs> ええー。ありがとう。本当?。だ、見れない方が体調悪くなっちゃうの。 なんか「それはなんかごめんなな」うん「楽しかったから今日はいい夢見れたあんたよかったありがとう」本当「ほんとモチベル問題マジあらマジ?マジ」とか出ちゃった「ほんと」 えーそんんなな具がくなっちゃううのありがとうごめんね全然なんかいつでも配信するし私いつでもなんかこうやってコメント、あのー、読める夢読,読めたらいいなって思ってるからまあ常になんかもうコメント読みの配信だからそう配信してるから気持ちが下がるあほんとんかわかる起きた時の夢って覚えてるものの覚えてる時もあるかなうん覚えてる時もありますね見れなかった時の星 <laughs> なん <laughs> だろう落って見逃 <laughs> したらやめよ本当にありがとうなんか申し訳ないですね全然なんかいいのにあロビーで寝ちゃった時はロビーでね待ってる時寝ちゃったどういうこと立って寝ちゃったってこと本当生活リズムが崩れる気持ちわかる嘘申し訳ないあ頑張った椅子毎回参加しますありがとうね本当見逃すと大変本当え、ね、見逃すとやみますあらみんなやみ体質なの <laughs> みんなも、みんな闇体質なんだね。ええー、みんなありがとう。ええー、ありがとう、闇、いや、ありがとうっていうのも変だけど。みんな闇体質、一時間前からソワソワしてる。本当、ソワソワしてくれてるの。ありがとう、一部になってる、一ヶ月引きずる、なってます。本当、昔は玄関でよく寝てた、それ酔っ払って寝てたってやつ。見たいから見逃すと落ち込む、ああ、本当。ええー、病んじゃうんだ。<laughs> ええー、みんな。 ちょっとあの何だろうごめんこれがの言葉が合ってるか合ってないかわかんないけど<メン> <laughs> メンヘラ <laughs> ごめんこんなことみんなに言うあれじゃないんだけどメンヘラあれ違う <laughs> 配信しますって文字見るとガッツポーズしてる嬉しいありがとう私に言われる私に言われたくないか私めっちゃ私どっち私どっちかわかんないけどそうメンめんありがとう全然いいよ全然いいです歌舞伎町の <laughs> 路上で出ちゃったことありますあらすごい言ってたのかな <laughs> ありがとうそうなんだ慌てて帰るありがとうそっかマリアちゃんメイヘラじゃないとてえ私メ目ヘラじゃないってメイヘラじゃないかなメイヘラじゃないかもあラらってるあ本当ありがとうって嬉しいなんかそんなさなんかそんな風に思っていただけるなんて私幸せ者だよねありがとうなんかあの本当大した話してないんだよ そう大しした話してなないじゃんんごめん,なんかもっとさなんか大した話できたらさあんなもったできたらあのー、あれできるじゃんなんかあなんか今日なんだろう配信なんだろう配信ねそう今日何て言うんだろう何て言うんだなんか大した話できてないからいつでもさあのー、なんかこんな感じでよければ配信するんですけどそう全然ねでもありがとうございますそんんなななねかか体調悪くなるとか <laughs> 体調悪くなととかさやむとか言われたらさ本当ありがとうね重要な発表か重要な発表を見逃してでもショールームで重要な発表することあるのかなあるかなどうだろう今までもそんななかったと思うんだけど。うん え本、ー、当大した話ありがとうそう言ってくれてあショックなんだたわいもない話でもいいのこういう何気ない話を聞ける、えー、時時間も共有できるのがまた嬉しいものだものおーなんかつおさんみたいな <laughs> ありがとうございますおま丸みたいな <laughs> ものだものありがとうございます雑談でもよしなんだありがとう何気ない楽しいありがとうみんなありがとうあ生誕祭は 生誕祭はえー、っと今のところないです。<laughs> 言っとくね。今のところないです。あ、マ、まあ、リオかマ、まあ、リオだね。そう普段のマリちゃんを見るよ幸せ。ありがとうありがとうございます。今のところないかな。そうマリなし果物。本当ですか。<laughs> そう理解。そうないですね。ないかな。ないですね。そうなんですよ。えー、っと生誕祭のってはそうだね。今のところなくって。 でグッズの予定はこれからちょっと待っててこれからちょっとお話しするん、ね、で待っててくださいね待っててくださいねそう温めるにはそうだね温めなくて大丈夫かなまだうん大丈夫ですもしちょっとありそうな雰囲気ーってなったら <laughs> 雰ーっ「雰囲気」ってそうって思います。 そう、まだ、そうふ、あの生誕祭はね、あれですね。ないです。そう、待ってる。ありがとね。絶対、あの、にわ、絶対にいすので。そう、ありがとうございます。うん。生誕祭やらなくても、年は増えちゃうのに。そうね。増えちゃうね。二十七歳をお祝いしていただけたら嬉しいなって思ってますけど。そう。雰囲気があったら言いますね。うん。ありがとうございます。そう。えっ、ー、とね。<laughs> <laughs> 一日昼夜で教えてあそいってなる予定はないかな予定はないですね予定はないけど <laughs> あの27歳の時にしていただける感じにはなると思いますうんあ部屋が響いてごめんなさい待っててありがとう待っててねそう雰囲気なのでそうよかったら待っててくださると嬉しいですしああとね何だっけそう順番に今多分やっていくと思うからやっていくと思うのでちょっと 待ってていただけたら嬉しいなって思います。はい、よろしくお願いします。そう、まだ27歳なんですか <laughs>？27。なんだろう。まだなのかな？もうなのかな？わかんないけど、うん27の時の27。27歳の瀬田さんは27歳のうちにあのやりますので、はい。待ってていただけたら嬉しいなって思います。 はい温めないで公園行くかー待ってるねそう今くそあのありがたいことに公園たくさん出させていただいてるので見に来てくださったら嬉しいなって思うしあの皆さんのこと見てるんで <laughs> 今日もねそう一番あの何、ー、て言えばいいんだうんこの言葉が合ってるのかなあの優勝された方とかもいらっしゃったんですけどそうなの優勝した方にもちゃんとあの。 見てるんでどこにいてもみんなのこと見てるんではいよかったら <laughs> そう公園ね近いですしねそう距離とかもそうよかったらよろしくお願いしますうん30日行くのであ待ってますねありがとうございますありがとうございますエアマックス95と同い年あそっか95年に出た,出たってことだから一緒だね絶対行きたい待ってるねありがとうございますありがとうございますいける 公園に行きますね。ありがとうね。待ってるね。そうあ、今は公園行きのあそうなんだね。お願いします。待ってるね。ありがとうございます。そう、5月も行くよ。待ってるね。ありがとうございます。一定のね。を超えるとかくってなるよ <laughs> いな。いつからいつからいつかな？それね、うんあ、声えっ、ー、と布石いいんだね。ビンゴじゃないので優勝の概念はないと思うあそっか。そっか。そっか。じゃあ何て言えばいいんだろう？あの立ち見の？ あの一番後ろの方って言えばいいかな、うん、奥も見てるなと思った。<laughs> 見てます。<laughs> 見てます。そう、あ、東京と新潟がもっと近かったらいいの、ね、よ、わかります。なんかさ、すごいよね、本当に新幹線でさ。何時間。そうだけどさ、そうだよね、実際に距離にしたらさ。ね、距離あるもんね。 ありがとねみんな新幹線乗ってきてくれたりねバスを使ってきてくれたりねあの徒歩だったりあのー、電車だったり車だったり自転車だったりありがとうございます本当にそうありがとねうんね本当そう飛行機もそうだね飛行機でも来てくださったり本当にありがとうだってさすごいよね距離すごいよねね <laughs> 乗り継いでくれたりとかさ新幹線新幹線で来てくれたりとか本当に すごいよねねありがとうございますねみんなね来てくれてありがたいです本当にねその公園のそのねその見るっていうところもあればその行くまでっていうのもあるしさねありがとう本当にそうありがとねどこでもドア欲しいよねそう関西から来てくださる方もねありがとう近かったらいいえ本当実家あ実家よりも苦手ってるありがとうあ本当あなくなっちゃったねこうはそうなんだねそうなんだね うん、飛行機なる1時間でありがとう6時間かかってしまうだよねありがとう本当にね愛でしょ愛ちょっと一発でできなかった <laughs> ね高速とかもね使ってね劇場の近くに住みたいぐらいだよねありがとう本当にね嬉しいですあえー、っと <laughs> 自転車にうちわ乗せて劇場って <laughs> ありがとう私のうちわとか乗せてくれてるのかな ありがと、ね、ほんとねみんな「まりちゃん待ってて!」って思ってね <laughs> 来いでくれたり電信か乗ってくれたり <laughs> ありがとねほんとに車をねブーンって飛ばしてくれてありがとうほんとに <laughs> 住みたいよねねありがとうほんとに富山もからもねありがとね本当にそうだよね水魔との戦いだよね <laughs> 本当にありがとねブーンって来てくれたりそうこぎながら「ああ」って <laughs> 来てくれたり <laughs> 車で8時間 ありがとう。ありがとう。日帰りできるのがあるそうだよね。そうだよね。そうだよねね。ありがとう。本当に劇場はすぐ着くありがとうね。ブーンって来てくれてね。ありがとう。本当に怖い。公園前は一つも寝るねえ。どういうこと？楽しみでってことかな。ありがとうございます。あ、移動も疲れそうだよね。移動も疲れますよね。本当にありがとう。 みんなね気をつけてほんと来てくれてるからありがとうね本当にお家に帰るまでがあの公園なのでそうありがとうんとこんばんはこんばんはえ幸せ者だよ幸せ者ですありがとうあ確かに泊まって飲みたいそうだよねそうだよねあの新幹線とかだと時間が限られてるもんねそうだよね泊まって あれかなそうで次の人がね予定なければっていう感じだけどなかなか難しいよね2日間予定こう開けるっていうこともね人生も疲れる大丈夫何があった聞くよ何でも私でよければ全然何でも聞けますよはいね相手の様子が変わってるえ分かりますねなんかもうあのー、ねあのー、番台口もう南口もね行けるようになったもんね そうだもんねそうだもんねあ飲みすぎちゃうんだねそっかそっかお酒おいしいもんね劇場向かう時間が楽しい本当ありがとうね新幹線で飲みますありがとうね飲んでくれてそうありがとうございますあ確かにちょっとね余裕ができたけどね4分ぐらいかな増えたんだっけねありがとう本当に。 嬉しいですえー、っと行きは楽しみだけど帰りは寂しいあそうだよねそうだよねあスリーコインズはねまだ行ってないんですよね新しくできたスリーコインズ行ってないんですよね立ち日だけで楽しかった。ありがとうございますね,ねお家に着くまでが劇場公演なのでありがとうございますそう本当にありがとうね遠くから来てくださる方もねこうやってあの時間を作ってくださることも嬉しいしオンラインおしゃべり会とかにもね来てくださることも嬉しいし うん、そうありがとう移動中そうです睡眠時間ありがとうね嬉しくてえー、っと意味もなく往復しちゃうあどうああのあれかな通れるようになったことかなえー、っとまりなさんの紐になりたいです急だね突然 <laughs> 急だね突然あ新幹線でアクスタと写真あ撮影してアピールありがとうねそうアピールしてくれも嬉しいありがとうあ7分早くなったね確かに確かにね新潟駅にできたできたあおおそうなの飲んでるんだね そう4時間半なんてなんてことないありがとうねありがとうございます気になるお店だけ増えてい,あいけてないそうだよねゆっくりする時間ねいつか取れたらぜひお待ちしてますねちょっとひもっていうコメント気になっちゃうんだけどなんでだろう <laughs> いきなりひもって言われてどうなんだろううーん <laughs> うーんそんな癒し養えるほどないな <laughs> ごめん養えるほどうーんないな <laughs> そう言ってくれるのは嬉しいけど、養えるほどちょっとないかな。逆に養ってほしい <laughs>。勉強しながら見てありがとうね。ありがとうございます。あ、5月7日のおし話し会楽しみ。ありがとうね。5月7日もね。もうちょっとだもんね。ありがとう。楽しみにしてるね。あ、洋服も悩んじゃね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。うんね。 えーっと質問コーナー見れなかったんだあ、またやりますね私後半戦がねこの間読めなかったんですよねなのでそうあの読みますねあのまたやりますねありがとうございますそう失ってあげた<笑><笑>ありがとうございますすごい7成分買ってたつ結構多かったねすごいね、えー、介護してくださいね <laughs> 私でいいんですか <laughs> えこの前新潟行った時に新幹線の斜め席で DMM あっ DMM 見てくださってる方いたんですねいたんですね嬉しいありがとうございます嬉しいねなんかこうやってねなんかこう新潟に来てくださることも嬉しいしなんかこれからもあのー、新潟を一緒になんか皆さんとね盛り上げていけたらいいなって思っておりますので。 おお待ちしておりますね本当にありがとうなんかもう私よりで、ね、新潟詳しくなってる方とかもいらっしゃるんじゃないかなと思いますしうん、ね、これからもなんかどんどん私も美味しいお店とかあったらまた見つけたりしたらあのお知らせしますお知らせあの言いますねお伝えしますねここ行きましたとかゲーム部そろそろですかあゲーム部ねゲーム部ねゲーム部ね楽しみにしてて <laughs> 4月まだなんですよねそうなので。 いつかちょっと楽しみにしててくださいそうまだねゲームしてないんですよねそう待っててねありがとうございますね待ち遠しいありがとねありがとうございますそうまだだよねまだですあ今月あります今月あるんですけどまだちょっとあの発表になってないのでちょっとなんともなんともなんともなんですけども 何度も何度もなんですけどもそう何度でも新潟行きますありがとねそう4月ちょっと待っててねそう絶対4月やるのでちょっとお待ちくださいえっとこんなに新潟行くようになるとは思ってませんでしたえだよねそうですよねありがとうねうんあ新潟ファンはね新潟西西潟ファン西潟ファン,西,ファン西はついてないんだけどあのあっちのそのあれのやつはちょっとちょっとあのお待たせしちゃうかなちょっとちょっと待っててねそう いろいろとねあのいろいろと改善してくださってるみたいでそうあのちょ,ちょっとあのちょっと待っててねいろいろちょっとゲーム部ゲーム部は多分もうちょっとしたら発表あると思うので待ってていただけたら嬉しいなって思いますしあとあのあっちのそのねあのサイトのかなあのねいろいろとコンテンツの方はあのもうちょっと少々お待ちください <laughs> 少々少々,少々お待ちくださいね <laughs>。 <laughs> どんなものになるかどんなものになるえでもあのー、いろいろと楽しいコンテンツになるとは思いますねそうなんか気軽にいろいろと発信ができるんじゃないかなーって思ってますまたツイッターとかなんかメールとか「あったこありがとうございます」とかまたなんかこうなんていうんだろう気軽もっと気軽な感じになると思いますのでちょっと待ってていただけたら嬉しいですガッタファンになりたいありがとうございますガッタファンについては <laughs>

楽しみですねなんかこうやってなんか日々ね思い出になってると思うとね楽しみだなありがとうございます <laughs> ガッた西ガったファン <laughs> みんな西ガったファンなのかな <laughs> ねそうガったファンなんですけどうんねガンダムみたいそうだよねそうですよねうんえー、っとえー、何何公園のマリアちゃんの笑顔を見ると違うサイルーム から、え、笑顔を見ると、違うスカ、かい、イリウムから、ふ。る、ふってると、色変えたくなる、え、どういうこと、どういうこと、ど、ど、どういうこと、どういうこと、どういうこと。どういうこと。マリナちゃんの笑顔を見てると、え、違う色に変えたくなるってこと。<laughs> どういうこと、あ、つられちゃうってこと、え。つられちゃうってことですか。つられちゃうってこと。えー、あ、そうなの、私逆になんか笑顔だから、なんか意地悪したくなるのかと思った <laughs>。 したくなるのかと思った。あ、そういうことじゃない？ピンク紫、え、紫色ピンクにしたくなりますね。えっと、あの、あで、あの色変えさせたことあります <laughs>。あのなんかそのなていうんだろう、他のメンバー推しの方で、なんていうの、私のところにも来てくださってて、私のことも推してくださってる方で、あのその違う色のサイレームを振ってたんです <laughs>。違うサイレームを振ってて。 そう言ってたんですよ。そうそれでそうばってずーっとあのあのあの顔を飛ばしてたら顔 <laughs> を飛ばしてたらあの紫ピンクになりました <laughs>。顔圧をかけてしまいました <laughs>。申し訳ございません <laughs>。えっとこの場合はまりちゃんカラーってことかあこの場合は他ってこと、はあそっか他の そっかそういうことねそういうことかごめん私国語力なくてさごめんね全然読めなかった <laughs> でも勘とましてねあの色変えてもらって <laughs> ごめんねその時は申し訳ございませんですやばいですよねすいませんはい感髪をしちゃいましたうんそう <laughs> よく考えたら怖いそうだねそうですねよく考えたらあとなんかどっち見ようかなって迷ってる方とか今日もいてえ今日もいたんですよ今日もなんかそのか私のこともしてくださってる方でウえュえ推しの方でなんかどっち見ようみたいな多分マックスのマックスだね最後の時あの、えー、と大サビ1サビとかも近いんですけどみミみウとこの時とかも。 どっちみようみたいな感じだったんだよね。うーん、そうなんです。あ、そっか。強く見つめてただけ。そう、強くチュルチュルラうるうるの目で見つめてただけ。<laughs> 顔は飛ばしてないね。<laughs> そう、キョロキョロ。あ、そっちみようみたいなねなってた。その気持ちわかるだよね。そう、押し2人いる方だとで、ね、ちょっと大変ですよね。そう迷いに気づいちゃった。うん、見てると思う、みえステージからわかるよ。ステージからわかる。だよね迷っちゃうよね。なんかこうど,どっちみようみたいな。<laughs> 見ちゃいますよね。うん。だからそういうのとかもね見ちゃいます。そう、そうなんですよ。ありがとうございますね。そう目線でわかりますね。うん。キュアキュアのチュルチュルなうるうるな目でじゃあみんなのことを見つめるねこれからも。<laughs> 今度からえっ、ー、と視線バレないようにサングラス開いた。<laughs> 公園ちょっと暗いからサングラスしたらちょっと見えなくな大丈夫かな公園楽しかったです。あありがとうございます。お疲れ様でしたか。とても良かったで、ね、ごめん。お疲れ様でした。楽しかったって見えた。<laughs> やばい。ちょっと私の目がごめんなさい。お疲れ様ありがとうございますね。 ぜひぜひわかりました。じゃあチラチラチララなウルウルな目でみんなのこと見つめますね。これからも <laughs> 眼圧じゃないです。チルチルウルウルなあの子犬かのような。なんかチワワみたいな目で見つめて。あのお誘いにさせよう。<laughs> ありがとうございます。みんなのことで見るね。うん、ちゅるちゅるうるうるな目で、あ、合同コンサートとかだったら、あ、そっか。<laughs> それだと、それだともっと迷っちゃうない。あ、本当、おしがさんにいた。本当。ね。<laughs> どんな効果がある。形容詞増えちゃった。チュルチュルうるうるな目で見ますね。うん、あの、ちわわな目で。うん。そっか、とても選べないときは真正面、そうだよね。近い距離だとね。 そうだよね真正面の方見ますよねうんねそうだよねあにゃんにゃんみたいな目にしようかな猫みたいでも猫ってねツンデレなんですよあんまなんかあんまり見つめてくるっていうことないんですよね猫ってそう何か目見ようとするとすらされるんですよね私チワワってありましたよね懐かしい CM ねありましたね そうあマネ直しモードあ本ほんと久しぶりにって <laughs> 久しぶりにって夫 <laughs> ナサくんの目ナサくんの表情はこうだよ <laughs> 目座っちゃうから <laughs> ナサの表情ならいいんですか <laughs> ナサの表情だとこんな感じで見てるけどいいかなね そうありがとうねありがとう恥ずかしがり屋さんなのかなそうマリナと目目が合うと石になるえダメじゃん <laughs> ダメじゃないかうんねえっとピメえつ、ー、おしだったあそうなんかキジトラの猫が好きでナサも可愛いって言ってくれるんだよねそうそうなのそうそうそうえに何何えー、っと歌わりがマナちゃんとカホちゃんと同じことが多くて困っちゃう確かにマッシーとマナ,ナちゃんと多いかなそうあとね美晴も たし今だとさあやんもう多いですね歌わりそうメデューサーなっちゃうね本当にもう私はメデューサーなのかい、はい、目,そらっちゃ目そらしちゃいそうそらしちゃいそううふ <laughs> 少しした恥ずかしい <laughs> えー、その気持ちわかるそうなんだ迷っちゃうんだね推しがいると迷っちゃいますよねでもそうリカちゃん推しの方はリカちゃん推しの方あリカちゃん推しの方すごかったもうリカちゃんー リーカちゃんって感じ <laughs> あっつもりの T シャツ着れてたないあ、ぜひ着てみてぜひぜひそう、リーカちゃんって、にまらわれたら石になっちゃうえー、じゃあもうみんな石になっちゃうじゃん。<laughs> 結構ほぼみんな睨まれてる気がする。そう、リーカちゃんリーカちゃんって感じだったの。すごいよね本当にすごいですよね。そう、そうなのよね。 うん、そう女の子もそうだしあのリカちゃん推しの男の子もすごいです本当にそう本当にね教育 <laughs> されてるよね本当にすごいよねうんリカちゃんリカちゃんっていう方と,とかねそうなんですよね訓練を積んでるからあそっか特別な訓練を積んでるからかなるほどね迷った時は天井を見つめてることにしろ <laughs> 公園あれ公園あれ公園見て <laughs> そう、教育されてますよね。そうそうそう。そうだよね。うん。ねえ、押しと目があると照れちゃう。そうだよね、照れますよ。あ、きっとそれは <laughs> 自分も。そうだね、あの、私のこと応援してくださる中で。あの、ふた、結構いろんなパターン分かれるんですけど。私を、うん、ことを見てくれる。あの、まーりちゃん。まーりちゃん。まーりなっていう方もいらっしゃるし。あの、こうやって振ってて。<laughs> っていう方もいらっしゃる。 あっこっちにもってカチ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 。<laughs> <laughs> 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 どっちのタイプかな。<laughs> そんなにはしない <laughs>。言わないタイプめちゃ見られてる <laughs>。あ、近い時やってれば、遠い時はがみ。あ、そうなんだね。爆発してる <laughs>。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、後ろ、あ、あの方。そっか。二パターンしかない。えー、あともう一パターンなんだろうな。えー、もう一パターンは。 あ、ここのの曲ではこの子見るとかっていう子とかいますかあもしかしてあ、目の前のメンバーに連れてるタイプそうだよね追いかける派まりちゃん派その人忙しそうえ結構でも忙しい方いらっしゃるねえっ、ー、と走られに隠れては走られるタイプ。 <laughs> ありがとうもちろんマリナシカですあ、そうだ、えー、と他のメンバーに見られてるとまりなに見られてるあるあ、そうだ見てるとねそうあのね目線合わないなって思ってる時とかありますねそうなんだっけあなんか足大丈夫だったかなってそうあのツイッターをさしたら出てきたんですけど <laughs> ありがとうございます思いっこりの時でもあの足大丈夫だったかなって来たんですけどなんか多分君のニュースの時に <laughs> 恥ずかしい君のニュースのあのー。 あれだねえー、っとランタンを取りに行く時があったんですよ <laughs> ランタンタを取りに行く時にあのちょっとねヒールまあ少し本当に少しのヒールなんですよ少しのヒールなんだけどそれがちょっとカクってなっちゃっただけで <laughs> めっちゃ恥ずかしかったその瞬間見られたんだと思ってそうランタン取りに行こうとしてまっすぐ歩いた時にあのこう足がねクツってなっちゃって。<laughs> あヒデッタとかなないですなんかよくあのー、ヒールとか履いてるあるあるなんですけどそうなんかちょっとその何て言うのサンダルの,あの段差でこケってそうコテってなるんですよねそううありがとうございますでも結構それなるんですよね<笑>,笑ってた<笑>,笑ってたもう何か耐えきれなかったごめんなさいもうちょっと恥ずかしくて <laughs> そう何事もなかったかのよりこコテッて言ってでも顔になろうと思ったのよ たらもう耐えられなくてごめんなさい。そう。<laughs> めっちゃ恥ずかしかったそう。ヒー,ールあるあるですよね。ちょっとのこう。本当にそんな高くないんですよ。君のニュースの時の靴ってそんな高くないけど、<laughs> そう。取りに行こうと思ったらこげってなっちゃってそう。真顔に戻ろうと思ったけど、全然戻れなくて。<laughs> 恥ずかしかったそう全然合わしなかったですねありがとうございます結構ねあのよくある,あるでそうなんかヒールとかの時に来てってなることそうだから結構ちょっとで恥ずかしいんですよねあ結構みんな必ずやってるかもやってますねそう恥ずかしいねそうワイガネを送ったからだ <laughs> 送ってくれたのしょっちゅう引っかかることありますあでもわかる私もね何もないところでねあの あのつまずいちゃう時あるそうありがとうで、ね、大事にいただくということありがとうね気をつけてくださいありがとうございます めっちゃ恥ずかしかかっったそれれ見らててるんだと思って恥ずかしいね恥ずかしいなでもありがとう見てくださってなんか心配してくださってありがとうございましたでも全然あのよくあるあるなので全然なんか私そうあるあるだからもう何,何回もあの足ひねります足ひねる足ひねるまでいかないか足コテってなりますそうひねるって言っちゃうとあれだよねちょっと全然痛みとかもないのでありがとうございます笑えない曲そうそうねもうしっとりーっとして感じだからさちょっと笑えなくてでも笑いこられなくて。 でなかったよね。恥ずかしい。そう、何もなくても転んじゃう、そう、人生と一緒。<laughs> 悲しい。<laughs> 人生と一緒。<laughs> そうで、ね、そうで、ね、そうで、ね。<laughs> 深いな、そうで、ね、人生でつまずく時もありますよね。<laughs> でもね、まあ、その分。ね、あの、いいこともありますよ。はい。<laughs> そうありますあります本当に <laughs> そういい劇場あるあるでお願いしますえ劇場あるあるなんだろうななんだろうねえー、でも結構あるの絶対でも劇場あるある話してみたいなそうねうちわの後ろなんか前は無地だったのになんか他のメンバーになってるとかあるしね <laughs> あとなんだろうなあと何かな劇場あるある まあ細かいところまで見られてるっていうところもそうだよねあ、10分になったら歌いますねありがとうございますそう、細かいところまで見られてるあるあるだしあと、えーなんだろうあ、あとね、あの髪飾りがあの取れた時はメンバーが拾ってくれるんだよねそう、そうそうなのメンバーがね拾ってくれるんですよね、必ずそう、ありがたいよねあとなんか こういういなんかその部品そうアクセサリーとかも落ちた時とかもみんな拾ってくれるし私もそう拾えるようにはしたいなって思ってますね。あ T シャツね何,何枚かあそうだね重ね着してるそうだね。この間のの間おしゃべり会の時もさ こっちの私のレーンでは私の生たんてい来てくれて他のレーンではあの他のメンバーの生たんてい来てらっしゃっててでまた戻ってきて私のレーンの時は私の生たんてい来てるっていうのを繰り返してたからそれも大変だよね着替えるのもねそうありがとうございますあそうかちゃんんの帽子でで今日飛んでったねそう飛んでた飛んんででたたねそうそうそうあそうそそそううう春のがねそうそう回収しててそうかせにぎバレバレですねはい。<laughs> そうだよね、うん、うちは意外に推し以外にもあそうお見送りの時とかにそう,うちはとか結構突っ込んでくれるメンバー多いと思う NG って結構突っ込んでくれる子多いかもなんか T シャツとかもそうだしあのよ,きよく来てくださる方とかにもすごいみんな突っ込んでるしそう本当にねそう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 あ T シャツこの間ね寒かったねそう5枚重ね着してたらすごいね忙しいよね。 そうなんだけどあのなんだっけそううちはとかも見られてるしあとなんかボードとかもなんかその子のために書いたやつとかあるじゃないですかそれとかもすごい見られてると思うそう見られてます <laughs> そうつあのグッズ見につけてくるとそうだよねそうだよねかなあと何かみんな見てるねみんな見てますあと何かなあと劇場あるある劇場あるあるなんだああと ずっとお尻さんであのー、してくださる方もいらっしゃったりあと MAX、あのー、とかその全体曲の時に赤白を振ってくださったりとかなんかこの曲はなんか赤白だなって決めてくださる方とかいらっしゃいますよね。ねいらっしゃるよねだからそうなんか多分きっと自分の中でこの色っていうのがあるのかなあるよねきっとねありますよね <laughs> そうだよねこんばんはこんばんはありがとうございますそういうのあるよねだよね そうだったりとかあと前にも言ったことあるんですけどやっぱリズムの刻み方が人それぞれだったりしますね曲の時にねそうタンタタンタターンであの暗闇求むで。<laughs> こうあのー、ねそうリズムを取ってくださる方もいらっしゃればこういうふうにずっと振ってくださる方とかもいらっしゃったりあっそうねずっとね紫ピンクで振ってくださる方とかもいらっしゃいますしあっそうシャーベットピンクの時はねピンクに変えてくださったりとかあっそう拍手にそう専念してくださってる方もいらっしゃいますねそう分かります分かりますかなそう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 あ曲のリズムに引っ張られがちそう <laughs> ああ、そうだフリコピーするとかもあるねあの踊ってくださる方とか一緒に踊ってくださる方とかもいらっしゃったりラスベガスとかも一緒に踊ってくださる方とかいらっしゃったりあとあっあとこれもあるかなあのレッスンをし,、ね、した時にこうレッスンをあのペンライトとかで返してくださる方も結構いらっしゃるかなそうほとんど変えないあ人とリズム違うんだと思ったあ本当思ったそうマイルールみたいなのとかありますね結構。 そういろいろな方いらっしゃいますねあレッスンの開始もわかるレッスンの開始もわかりますうんそうわかるかなあとなんだろうね劇場あるある劇場あるある何かなでも絶対みんなの方がありそう<笑><笑>あそうなの。それぞれの拍手があるんだね最初のねそっかそっかそっかねえっ、ー、と立ちみは少し動いた方が楽なの。あそうだろうねじゃあちょっとこう振りコピするんだねそっかそっかそっか レス返し,したいえー、じゃあ皆さん今度またいっぱい皆さんにレッスンしますね。ありがとう楽しみいろいろだね。うん、ねえー、っと「レスベガスでレッスンもらった人のリアクションが気になる」あーでも返してくださる方がいらっしゃるかな「結婚しよう」って言うと <laughs>「逆に「結婚しよう」ってやってくださる方いらっしゃいます <laughs>。 レス返しだから結構しようって言うと <laughs> 手を差し伸べてくださる方とかもいらっしゃいますね。うんうん、いらっしゃるかなそうあ電池サイリウムの電池が、えー、っとよくなるあ確かにね <laughs> そうだねだん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 薄くなってるなみたいなのとかもありますね。あとあの振振っってててて違う色ののメンバーの振ってて あ,なんてのあ最初にあの私の多分振っててくださったんですけど振ってるうちにどんどん色変わっちゃってなんか私私から推し変したって思ったのもありましたあ今日あった <laughs> 今日ちょうどあったそうなんか違う色になってて「えみたいな「<laughs> 推し変した?」いやでも私のタオル持ってるしなみたいな「あ <laughs> ら私のタオル持ってるしな」と思ったら直ってた直ってた。治ってた <laughs> たまにある <laughs> そうだよね変わっちゃうんだよね勝手に変わっちゃうんだよねそうだよねびっくりしたあれって <laughs> 思ったそうたまに変わっちゃうよねあ確かに電池減ってくると勝手に変わっちゃうんだねそうだからびっくりした一瞬あれ,あれ教えにしたかなって <laughs> 知らずスイッチ押しちゃうんだねあ振ってるとたまにも色変わっちゃうんだねそっかそっか振ってるうちに変わっちゃうんだそっか <laughs> ねえー、っとあ抜けちゃうのかなね 焦、えー、焦るよね焦っちゃう <laughs> でも結構気づくのがちょっと途中だったりするよね <laughs> 夢中になっちゃうと変わっちゃうんだね確かにそうだね単色だとねそこらへんはあっかもしれないあっ黄色に変わってた <laughs> <laughs> 変わっちゃったんだね <laughs> そうそうだよねうんうんうん 1一曲目を割るたびに色が変わっちゃうえっとそれは意図的に変えてるんじゃなくてこの曲はこの子でみたいなあるのかなえどうなんだろうなんかその端子の方だったらさ紫ピンクとかじゃないですか決まった色あるけどなんかこの曲はなんかこの子とかってあるのかななんかユニット以外でありますかあるのかなどうなんだろう なんかこの曲はこの子の振ってるとかっていうなんかマイルールとかってございますかねあのあのなあの <laughs> 2人以上を押してる皆さんあ、はいしまりましたありがとうございますありがとうございますあるのかなあ毎回電池変えてるんだありがとうございますあ本当押したいほとんどわかんない本当ですか交互にしてる時あるんだやっぱユニットの時はねユニットのとはねそっかそっかそっかなるほどねあ基本内容いいかなえー、っとずっとになっちゃうあ本当あびっくりしました。 ありがとうまた待ってるねえー、っと「黄色水色に気づいたら変わってた時あったこれが意図的じゃない <laughs> 意図的に変えたんでしょこれ推しさカラー覚えてるメンバーのふにあそうなんだねそっかそっかそっか隣の方は器用に書いてました <laughs> 見られてるね推し以外のユニットの企画とかあそっか公演によってメインを決めてますあそうなんだ今日はこの子の日とかねじゃあ今日はこの子を見るぞっていう日ね なるほどねあ左腕は紫紫マナ、ま、ちゃんかな <laughs> そっか家帰るのはユニットの時が曲のイメージで帰る時はあるあじゃあ見た目にだったら緑みたいな感じかなそっかユニットの時のサイル名のに困るあそうだよねそっか曖昧そっかそっかえー、っと一曲だけでも振っておくと怒りが少しある <laughs> メンバーのですか <laughs> メンバーの怒りが収まるのかな <laughs> こっそりマリナえー、堂々と振って そっか、えー、っとレイ,レインボーレインボーカラー <laughs> 便利だねそっか変えるのはめんどくさくて4本持ってきてあそうね2人以上いたらね困ったら拍手 <laughs> 座席次第ね確かにこの子来ること多いなとかって思ったら確かにそうだねなるほどねあ手拍子してたりねそっかそっかそっかあ昼はあーそういうことねなるほどじゃあ2回公演入るときはこの子が昼夜はこの子とか決めてるあなるほどね そういうい時ねえー、あ柱の裏の時は見えるメンバーあなるほどねそっかそっか推しのいないユニットは赤白かそっかそっかなるほどみんなあるんだねマイルールみたいな感じだったりなんかこうしようとかってありがとう考えてくれてるんだね座席次第っていうのもある確かにそうだよね見えるところだとねそっかそっかそっかありがとうございますあええー 2人でユニットの時はその2人のカラーにしてああなるほどねってことは今残酷な雨だとあの日野ちゃんとみゆみゆみたいな感じかなるほどねおーあ1三分あーごめん時間になっちゃったありがとう教えてくれてありがとうそうなんだね周りの見てかえあっ慣することもあるんだへえそっか拍手とかねありがとうそうなんだ美晴うんうんうん そっかありがとう教えててくれてなんかまた劇場あるあるみたいなさなんかこう聞いてみたら募集してみたら面白いかもしれないねありがとうございますねいろいろあるんですねいろいろあった方がね確かにまあまた楽しみ方とかも違いますもんねあそっちぃさんて聞きあ分けてる方いらっしゃいましたよね昼夜とかでねそうありがとうございますよいしょということでじゃあッいたいと。かかかでわかるのかな グッズの色とかでわかるかな、みんなのね。そうね、ということで、あ、行きたい。待ってるね。ありがとうございます。それでは歌の準備をしていきます。あ、でも履歴見たら、ちょっと出た。すぐに、ちょっと飲みますね。確かにシ手紙カミとかね、そうだよねそうだよね。メンバー見てると思う。え NHT のメンバーね、そう、あのみんな神対応だと思いますそ。そう、見たんだよね。そう、あのー そうハッシュタグ n j t おしゃべり会」でエゴさしたんですよ <laughs> その時にね「そうみんなかみ太陽」っていうコメントあのツイッターそうツイートがあって嬉しかったですあごめん大事な話なのにトークで話してたそう嬉しかった n j t そう, t そうあのみんなかみそう塩太陽いないってそう嬉しいですよねお水飲みました よしよしそう、ありがとうございます。嬉しいですね。そう。よい下手率が高い。あ、えーっと、だか、か、間違えた。紙手率が高い。そう。ね。そうなんですよね。みんなってことはいろいろ言ってたってことが確かに。<laughs> 確かに。初めまして。ありがとうございます。ね、嬉しいよね。なのでね。みんなにもっともっと。なんか楽しんでいただけたらいいなって思っております。そう、ただね、塩対応いないですよね。みんな紙対応だよね。 ありがとうございます。じゃあ行ってみようかな <laughs>。公園行きたくなる配信だった。あよかった。ありがとうございます。待ってますね。公園もそうおしゃべり会もありがとう。じゃあしたいと思います。あ声かけてくれる声、そうだね。みんな声かけてるかもね。うん、お疲れ様です。 yeah じゃあずっと夢を見続ける。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのかの。風にたからい包もおとしている。 「都会の暮らし好きになれずに」 わかるることがある「人生は巡り旅が始まる」「僕はどうしてゆくのだろう」「この羽は自然に動いてしまうよ」「人生は巡りたくましくなり」「若さは道を切り開き」「懐かしい思うのは」 夕焼けの美しさ行ったり来たりしているのは飛び出した街とは憧れた街窓の景色は変わらない眺める自分だけが変わった大人になるっていうことは何かにあれることですか自立の色がなくなって当たり前のように春が来る 「心の羽羽ばたくこと」「つづっていくと期待しないまま大人になるものか」「僕たちは今どこにいるんだろう」「わかりぶりたちに空は見えない」「飛んでるのはどこなのか」今「今風に逆かない」 いつも落としている渡り寄りたちに自分なてないみたずら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している青春の群像増え見るか諦めるか いただきました渡り鳥たちに空は見えない <laughs> 一応ジャケットそうだよねジャケットのお洋服着てるありがとうございますということで今日も見ていただきありがとうございますありがとうございます渡り鳥たちに空は見えない欲しい <laughs> ありがとうそう言ってくれてええー、ちょっと待ってなんか どうしようかなどうしようかななんかなんかなんかもう一曲歌おうかな <laughs> あこれなんか本当にごめん私の私のなんかなんか歌おうかなみたいなあでも全然眉毛眉毛眉毛リップです <laughs> そうどうしようかな,なんかあるかな何かあるかな なんか久しぶりなの歌いたいなえちょっとこれ <laughs> あちょっと待ってあーささないとちょっと寝いちゃったけどえちょっとこれ <laughs> ちょっとフルで歌ってみたいかもちょっと歌えるかな <laughs> ちょっとあれか <laughs> あれかも、ちょっと、あら。あ、ごめん、なんか雰囲気あれかも。ごめんなさい。あ、入ってる、入ってるってる。ちょっと言います。いけるかな。待って、ウィーンって言ってる。ウイーンって言ってるよね。今すごい、ウィーンって。っ待って、なんでだろう。<laughs> ちょっと、ネタバレしちゃった。ちょっと待って、もう一回、もう一回、やる人。 ギュイーンってなったらごめんね、ピーンって音をしたら、あ、バレちゃったバレ <laughs> ちゃったハウリングしてるねそう、ちょっとね、ハウリングしちゃういます <laughs> 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 you yeah. どこにもなくなってゃがみこんでここを動けない枕が楽なんだ構わないでくね街あ <music> かり見たくない,くないずっと何音を何音をただ 孤独な恋の名残よ「こんな切なさを僕は知らなかった」「まぶたを閉じたままで涙」すごい時だな。<laughs> らないな「星たちよ」「<達>出てくるな,くるな今は」 ね本当に暗い気持ちになっちゃったから <laughs> ありがとうございますちょっと久しぶりに歌いたかったんですよねフルでねありがとうございます光くださいですよね <laughs> ありがとう暗い気持ちになっちゃった <laughs> ありがとうございますということで今日も曲聴いていただきありがとうございます <laughs> ありがとうじゃ作業タイムにします。 切ない気持ちで寝ますあ本当嫌いじゃない笑いながら <laughs> 暗闇の指めみさんありがとうそうでもすごい私この歌好き大好きなんか多分ねあの本当はここっちの方があれかもしれないうんなんかこっち系のなんかあれかも <laughs> こっち系の曲の方があの得意かもしれない <laughs> 本当好きありがとうない想像いなかったチョイスですよねいい曲なんですけどね ありがとうございます。あ、帰ります宿に。ありがとうね。そう闇属性かも。私はどちらかといえばそう闇属性ですね。あ、わかる。そうわかるわかる。これこれこれそうなんで、ね、僕の涙入ってたら歌いたいんだけど僕の涙入ってないんだよね。そう入ってないんですよ。ね。そうバチゴの涙も入ってないしね。そう僕の涙大好きです。はい。はい。じゃあスクショタイムにします。 ちょっとあれかな隠そうかな <laughs> 隠そうかなうう闇系の服好きですあそうお姉ちゃんの時ねサペライトね全部あれだったよね消灯してたよねねすごかったあれどうしようちょっとなんかあれなんですけど恥ずかしいねうんあれあえすごいゴールデンだるま祭りっていうのがあるのすごいありがとうございます65位だそうですありがとうございます皆さんありがとうございますね闇のポーズ闇のポーズなんだろう 十二分みたいになっちゃった <laughs> これにしとこうかな今日ちょっとあのすっぴんなんで <laughs> すっぴんすっぴんあのま,まあすっぴんではないかすっぴんは嘘ですねごめんなさいちょっとあんま化粧してないんでちょっとこれにしときます確かにジョジョっぽいかもあんまジョ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 見たことないけど 撮れましたか。ちょっと、じゃ、普通にポーズもして、あ、スクショしていいですよ。大丈夫ですか。そういうの好きだから。本当。じゃ、こっちにしとこうかな。取 <laughs> りました。<laughs> ありがとうございます。大丈夫ですか。じゃ、こういう顔もしていこうかな。 あ本当ジュース好きだからよかったそう実に面白いがちょっとねあの思いかんだんだけどうん全然いいです <laughs> ちょっと恥ずかしいなんかもうなんかこういう時どういう顔したらいいかわかんないうんねどうしたらいいんだろう隠さ <laughs> してあ全然何でもやるね何でもやるよじゃピースもしとくね 出た出ましたか白目できてる <laughs> できてる白目あんま白目できないんだよねうんそう笑えばいい笑えばいいかな <laughs> がん飛ばした感じ黒 <laughs> <laughs> キュー残った 難しいんだよね白目ってうんあ怖い怖いえごめんごめんごめん <laughs> ごめん,ごめんあこっちかガン飛ばしてる顔かちょっと恥ずかしいなちょっとあの可愛いのにしといて <laughs> ごめんこんないろいろしといてごめんねあのごめんねあのそうかわいいのにしといて、はい、取いれたかな取れましたか 変顔あ変顔だったらどう白,白目の白目の写真ちょっと怖いかな白目以外だったら大丈夫かなうんありがとうございますということで今日も見ていただきありがとうございましたまたお待ちしておりますねそれではお名前を呼びさせていただきますありがとうメイちゃんみたいな感じかわいい感じメイちゃんしかわかんない <laughs> おばあちゃんのボロボロしかできないんだよね私あ今日のしたくなあごめんごめんそうだ今日のしたく決めないとねありがとうありがとう今日のハッシュタグなんだろうお,おや上まにありがとうねなんだろうあブーンにしようか <laughs> <laughs> ブーンにします あれなんでブーンだっけあそうだえっとあのね劇場来てくださったりおしゃべり会来てくださる時にあの車で来てくださる方とかもいて「まるちゃん待っててねブーン!」って来てくださりますよねって <laughs> いう話をして <laughs> そう「ブーン!」にしたいと思いますじゃあひらがなの「ブーン」にしようかなそうシンプルなブ「ブーンブー伸ばし棒」にしようかなそう「ブーン <laughs> !」にしようかなって思いますあ今日の「メーヘラ」 メンヘラーにすると思ってた。そう。みんながね。配信をなんか見れないと病むって言ってくださる方がいらっしゃったから、そうみんなメンヘラだね <laughs>。みたいな話し,しちゃったんだよね <laughs>。でもあれそうだよね。ちょっとメンヘラだとね。ちょっと誤解を生んでしまうかもしれないで。で今日はバーンにしたいと思います。いいそう、みんなね。見逃すとやむって言ってくれたからごめんね。全然でもあのするね。あのいつでもするからね。ごめんね。今日もなんか前もってお知らせできなくて。 ごめんなさい突然になっちゃってでもありがとう来てくれてありがとうございますあっでも特にねあのあの「暗い求とむ歌おう」って思ったのは特に関係はなかったんだけど <laughs> ありがとうじゃあ今日はブーンにしたいと思いますそれではあの前呼びさせていただきますね13位がットピオさんありがとうございます5月のオフライン行かれなくてすいません全然6月のオフライン行きますありがとうガチャピオだあ これはパジャダラの時かなありがとう待ってるね待ってます全然謝らないね録画楽しみにしてますありがとうございますそして12がミきちチっとマリノシカさんあすごい顔してるね私ねこれ怖えと配信ありがとうまた公園行きたくなりましたよかったまた待ってますねお待ちしておりますありがとうね中流病写真 <laughs> ありがとうございますまたお待ちしてます そして1位がソルメイトさん今日は公演お疲れ様でしたそして最新配信ありがとうでした配信楽しかったですあ仕事だったので、えー、公演はあとで DMM で見ますね近頃近々公演いけるといいなありがとねあっツーショットの時もだありがとうございます振り返りのまたお待ちしてますねありがとうございますね DMM を見てくださってお仕事お疲れ様ですありがとうございますそして 中0が梅ちゃんと西ヶ岳さんありがとうございます。こう行った時はいつも楽しませてもらってます。今月はいけないけど5月行ける時行きたいのの時のまでえー、っとその時まで楽しみにしてます。今日の話お疲れ様でした。ありがとうございます。ぜひね5月もお待ちしておりますね。ありがとうございますね。行きたいと思ってくださる気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。そして9位が高知にあった西ヶ岳さん。レアなエンディングありがとう。30日公演楽しみになってきてありがとうございます。目隠してる。ありがとうございます。<laughs> あフェスも当たりました。 ありがとうございます楽しみましょうねありがとうございますまたお待ちしてますそしてえっと8ダメ男さんこういう疲れ様でした僕何かしましたかみなかったですか大丈夫なんかあった全然何もしてないと何もしないですよ <laughs> ありがとうございますありがとうございますごめんねなんかお見送りの時タイミングがあれで、ね、声かけられなかったですよねすいませんありがとうえ私ずっと見てたんですけどねすいませんごめんねそうなんかずっと見てたけど目が合わなかったんですよね <laughs> ごめんなさい <laughs> でも解消できてよかった <laughs> やめやつですよね <laughs> ありがとうでもごめんねずっと私見てたんだけどなんか目合わなかった何でだろうそう見てたた多分すれ違っちゃったのかなありがとうございますで,でもほんと何もしてないので安心してくださいタイミングあるよねごめんなさいねたまにありますよねそうたまにあるってみんなごめんねそう見てたんだけどそう私なんかそう見えなくあなんか見てたけどそうあれだったんでごめんねありがとうございますそうだねすいませんね何もしないのでありがとうございますね ごめんさ順番が入れ替わってしまいました。えー、つつむさん、えー、っと、ソウルメイトさん、梅ちゃんさん、みぬきちさん、えー、っと、たかしんさん、えー、だめ男さん、ありがとうございます。そして、七位が、ガミアットワンタンさん、ありがとうございます。こう今日、あ、間違えた。今日、間違えた。<laughs> 今日って言っちゃった声お疲れた今日も楽しかったよ今年もまりちゃんにたくさん会いに行きますねありがとうございますありがとうございますね嬉しい待ってますね懐かしい株主総会の写真ですねありがとうございます今年もたくさん思い出作りましょうねありがとうございます神様ありがとうございますそしてえー、と6位が稽古あった西ヶ滝さんそういえばこの前新幹線 にあ新,潟新潟行った日新潟行った新幹線があ十15社16番に座りましたあありがとうえー、っていうのを伝え忘れたまた近いうちに新潟行きたいありがとうございます嬉しい乗ってくれたのね15社16番ありがとうございます推しを意識してくださって悪したとともにありがとうございますまたお待ちしてますねありがとうございますそしてえー、っと5位が11お兄さんさんありがとうございます今日楽しかったり暗闇が食べてどうしちゃった ありがとうございますちゃんと愛してくれてすれちゃいますよねわかります <laughs> あれごめんねなんかすれ違っちゃって、ね、ありがとうございます懐かしい鼻にティッシュ詰めた時もあったねありがとうございますまたお待ちしてますね 懐かしいそして4位が「切なったんたさん」「いつも楽しい配信ありがとう」これをしてから「ショーラーム欠か,かわさず見てるので寝落ちするわけにはいかないです」あ「ありがとうねありがとうございます」あ「あもうほめな写真も <laughs> ありがとうございます」ね本当にね疲れてる中見に来てくださって「ありがとうございますね」「本当にあの眠い時は寝てねありがとうございますね」何考えてんだねこれ不意に撮れた写真だったんですよね。 そして3位が年上アジアとワンタンでマシュモンズさんありがとうございますバレンタインの典に届きましていじりコメントまでいただきありがとうございましたよかったえー、っとマリちゃんのラスベガスのインカムの位置をいつもこう注目してますあありがとうございます <laughs> いつもバラバラですよねなんか入りやすい位置どこかなってずっと探してます声が <laughs> ありがとうございます。そこにも見ててくださってまたお待ちしてますね2位が音速の貴公あとアンタンさんありがとうがとタコ飯あえっこれどこのやつだろうコンビニですかね食べてみたいなこれもありがとうございますどこですかあ今見たえっとあごめんね今文章が出たタコ飯おにぎり一生食べれないと思ったらセブンにあ売ってたのでこれで我慢しますぜひねタイミングが合う時にね食べていただけたら嬉しいですありがとうねセブンイレブンさんに売ってるんですね。え 食べてみようかなありがとうございますぜひね食べてみてね食べてほしいですまたお待ちしてますなぜかそっか1位が K& やと新潟さんありがとうございます公演たのても良かったよ曲中のリカちゃんとのカ彼が面白かった <laughs> お目送りではある人の周りで声かけられずごめんねまた公演行きますあ待ってますねありがとうございます楽しい配信ありがとうございますこちらこそありがとうございますなんかこのポーズしてるけどめっちゃ私中二病っぽいねごめんね <laughs> めっちゃ中二病だった

あぜひたこめしおにぎりあ今食べてるちょうどねぜひ食べてみてねそうタイミングでも合わないとあれですよね日帰りだもんねちょっと確率の計算でございますもんねそうだよねねえよかったらまたね公園の時とかにねちょくちょく出させていただいたりとかしてるとからこれからも出させていただけたらいいなと思いますありがとうございますギルついてたありがとうございますということでちゃうちゃうありがとうございます 今日も見ていただきありがとうございました。あ、ありがとうございます。ありがとうね。それではまたお待ちしております。ありがとう。早起き頑張ります。あ、お腹空いてきたね。ね、そうだね。また空港でもね販売してほしいね。あ、いいな豚汁とね私も豚ン汁食べたいな。またね。ありがとう。おやすみなさい。バイバイ。ゆっくり休んでね。ありがとう。またね。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさいおやすみ春。ありがとう。 ババイバイ。たくさんのコメントアイテムありがとうございました。